カエルの挑戦状。はい、皆さんこんにちは、カエデです。そして須藤優太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は児玉ゴルフクラブに来ております。はい、タイトルにありましたカエルの挑戦状ですが、はい、初めて行きました。ビシビシ今叩きつけました、挑戦状を須藤プロに。はい、はい、みんなね、カエデちゃん須藤プロに対して何やってるんだって思うと思うんですけれども、はいはい、まあ、いつも叩いてますよ。ぶつけてみた。はい、今日は挑戦状を叩きつけるということで、はい、須藤プロにシンプルに戦いを挑んでいるわけではなくてですね、はい、私の新たな目標として、うん、いつかは70代を出したい、まあ、そのためにハーフで30代で回りたいという目標がありまして、はい、まあ、自分だけでやっていても、うん、出ないな出ないなって、はい、30代って出ないなってなっちゃうなということで、はい、プロのスコアにどこまでついていけるかというような形でやっていきたいなと思っておりまして、うん、まあ、プロが、まあ、毎回ねスコアは違うとはいえ、うん、パワープレーだと仮定します、はいはい、パワープレーだと仮定した時に、はい、私が30代で回りたいとなると3打差だと39になるので、はい、3打差までだったら須藤プロのスコアについていけたら、はい、30代目指せるということで、はいはい、目標はですね3打差まででハーフプレー完走です。はい、4打差ついた時点でもう終了で、はい、あ、その時点で終了、はい、終了です。はい、その今回の挑戦は終了ということになります。なるほど、はい、で先に寄せていただくと、はい、何回も挑戦させてください。はい、はい、なかなかね出るものではないと思いますので、はい、もちろん毎回真剣にやりますが何回か挑戦していただけると、はい、と思っております。はい、なので敵ではございません。敵ではございません、はい、なんなら、はい、対決とかっていう、はい、バチバチな感じではないんです、ね、はい、はい、まあ、なんだったらなんかちょっとアドバイスいただけたりとか終わってからレッスンしていただいたりとかして、はい、私の、30代ゆくゆくは70代の夢を須藤プロにも応援していただけないかなと思いまして、はいはい、須藤プロの胸を借りるような気持ちで一緒にラウンドさせていただきたいと思っております。はい、はい、そして第1回の今回ですね、児玉ゴルフクラブさんありがたいんですけれども、はい、ありがとうございます。並木ちゃんも並木アーメンホールと言っていた、はいはい、こちらの10番のパー4からスタートしていきます。はい、こちらね、児玉ゴルフクラブさん来たことある人だったら分かると思いますが難しいですよね。そうですね、はい、まあ、難関ホールが続きますね、はい、10番からは、はいはい、頑張っていきたいと思います。はい、須藤プロあんまりバーディーは控えめでバーディー控えめでお願いします。まあでも挑戦状なので、はい、まあ、そこはね僕も全力でやりながら、はい、まあ、その中で、うんうん、まあ、スコアが、まあ、結果何打差なのか、まあ、30代出すためにはどういうゴルフしなきゃいけないのか、はい、みたいなところが少しでも一緒にラウンドをして、はい、まあ、近くで、うんうん、お伝えできればいいかなと思ってるんで、うん、はい、はい、お願いします。なんかラウンドを見た上でのアドバイスみたいなのも、はい、そうですね、はい、他のレッスンの回でも聞けたらなと思っているので、はい、まあ、本当はっきり数字がこう出ているので、目標の数字が出ているので、うんうん、そこに向かってどうしていかなきゃいけないかとか、はい、これはそのまま続けようとかいうところも含めて、はいはい、やっていきましょうか。はい、はい、では第1回になりますね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。左グリーンですね。左グリーン、はい、なんてったってですよ、はい、今日は北風も吹いてます。北風吹いて寒いですね。体感温度はおそらく一桁台でしょう。緊張する。須藤プロと撮影でラウンド自体っていうのも久しぶりなので。そうですね、うん、その時点でちょっと緊張感。左からの風が。左からですか。はい、もっと左に出せれば。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ナイス。はい、ありがとうございます。うん、はい、いいとこ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さすが。いえいえ、やっぱ児玉のね、はい、10番ホールは、はい、いつどんな時も緊張しますね。緊張しますか。はい、須藤プロ結構児玉ゴルフクラブは思い出の、思い出の、はい、まあ、大学のリーグ戦でもプレーしたんですけど、やっぱ学生時代の思い出が強いですか。まあそうですね、うん、まあ、でもそれからもこのウムゴルフの中で、はい、まあ、プライベートもそうですけど、うん、結構児玉ゴルフクラブはラウンドさせていただいてるんで。いや、それでも慣れないっ ですよ。やっぱこの10番は、うんうん、特にこっから始まるっていうのがね。そうね、はい、未来がね、うん、
か客切り試験朝見ゴルフクラブさんでやって、はい、その後に子供ではやらないの、子供でも挑戦しないよっていう声があるってことは、うんうん、多分視聴者の皆さんも子供が難しいっていうことは分かってるんだと思うんですよね。確かに。そんな中でね、はい、レディースティーから、はい、70代を目指すと、はい、うん、でも大丈夫、あんまり距離は長くないので、うん、気負いすぎず恐れずによろしくお願いします。お願いします。うわー右出ちゃった、うん、バンカーかな、うん、やばい、あバンカー越えたかな、越えました。これは一旦松の方向に、はい、うん、ナイスアウト、大丈夫そうですね、はい、はい、次が大事、はい、ちなみにかえちゃん今あれ松の木まで何ヤードとか分かってました？分かってないです特に分かってない、はい、危ない。結構この焦ったりとかするときに、はい、こうこの次のシチュエーションを考えると、はい、この辺の距離は見といた方がいいかもしれないですね危なかったですねナイスアウトだったけど結果的に不動プロが140、打ち上げを入れて147ヤード、はい、左からのフォローなんで9番アイアンでいきます。はい、ちょっと旗の左、風もあるから左から行きたいですね。ナイス、あちょっと低いけど、うん、ナイスです、はい、ナイスオン、持っていったかな。ちょっと距離が届いてないかもですか。嘘、ちっちゃい目の感じでした。はい、ちょっと手前目かもしれないですね。じゃあ私大きめのクラブにしようかな、はい、5番ユーティリティにします。はい、うわちょっと右、うん、右手前ぐらいですかね。右手前ぐらい、うん、まあでもそんなに悪くないと思いますよ。はい、奥に行くよりかはやっぱ左足上がり苦手だなプロプロがここでちょっと手前だったんだね。届きませんでした。あでも柔らかそうだな、グリーン、グリーンがですか、うん、止まりそうっちゃ止まりそう、あとスピードが速いだけ。うわうまい、あもうちょいナイス、はい、ありがとうございます。あれはもうナイスパーですね近いこの丘を越えてからピーまで全然距離がないのでちょっと転がしのイメージは持てないので58度でいきます。トップしなければ大丈夫、うん、あ、やばい止まっちゃったおうわもうちょっと緩んじゃいましたね。はい、パターにしようかな。うまい、うまい、あいい距離感、うん、あまあでも、はい、距離感 OK、はい、ナイスタッチ、ありがとうございます。あ当たった、ありがとうございます。いや素晴らしい、ありがとうございます。結構大事なパットだったけど、大事なパット緊張しましたナイスパー、はい、ありがとうございます。パーです。ナイスです。ありがとうございます。いやーしょうがないね。ティーショット失敗したし、アプローチも一回ショートしちゃったからしょうがない。まだ大丈夫。須藤プロがなんか大事な試合の前とかで一番練習するのって何ですか？はいはい、一番練習するの、まあパターですかね。あ、パター。はい。え、当日の朝じゃなくて普段から、まあ、普段からです、まあ、普段から練習一番多いのはパターなんで、僕の場合は、そっか、はい、だからまあラウンドだからといってもちろんショットが調子悪ければ調整はしますけど、はい、これも左からの風ですね、はい、最高なのは、はい、木のちょっと右、はい、ぐらい最後行くといいですね。風は左からだからちょっと左目狙います。ナイス、ありがとうございます。わー、うん、すごい風、左からの風が
どうかバンカーは超えると思うんですけどね。今出玉最高だったけど風左から結構きつかったですね。思ったよりやっぱすごい風でしたね、うん、小玉の北風は。考えるところと、まあ、考えなくてもいいよねみたいなところを結構もうちょっとうまくコントロールできてくるといいかもしれない、うんうんうん、さっきの、まあはい、アプローチで言えば、はい、左足上がってるんで、はい、確かにエッジから距離はないんだけど、はい、グリーンの傾斜は上りだから、はい、止まりやすい条件は揃ってるんですよ。それでプラス自分で上げる打ち方になっちゃってるから、まあ、単純に距離が届かないとか、確かにっていう風なのもあるんで、私も木の右に行ってくれたらいいなって感じです。はい、うわまた右、うん、また少し先か、帰ってきて、落ちてきて落ちてきたかな、かわまた同じような右、うん、あのこれは、はい、なんだろう、いい方の変化でもあるし、はい、まあそれに伴って、まあ、今2球ちょうど先の方に当たって右に行ってるんで、はい、だからまあちょっと例えば立ち位置遠いかなとか、あ、まあ、それが例えば力みから来てる遠さなのか、はい、まあ、うまく早く触れてる、初速が速いよね、ボール飛んできたよねっていうのは全然ある、はい、ちょっとそこがちょっと距離感が、うん、かもしれないな。まあこれもやっぱコースで見てる、練習場で見てるのと、はい、コースで見てるのちょっと見え方も変わってきたりするんで、ドライバーでもそれぐらい、あとはもう思い切ってしっかり振っていければ、はい、振っていければそんなに曲がりが大きくないから、はい、オッケー、ラッシュオー、ございます。前に行け、前に行け、前に行け、あ、いいとこいいとこいいとこ、前行け前行け、ありがとうございます、うん、お、ちょっと今もう起き上がり気味だったけどセーフ。いやでもあれが多分ウッドで同じ当たりしてたら、はい、多分その辺にしかキャリーいかないから、あ、止まってなかったから、そうそうそう、はい、あの結構難しいライだったんで、はい、もう今のは結構80点ぐらい、はい、ありがとうございます、うん、はい、でおそらくこの感じだと届かないんで、はい、アプローチするなら右からがいいかなと思うんで、あの右手前のバンカーに入れるつもりでいきます。ああ、わかりました、はい、左のあの手前のバンカー距離あって、あそこが一番ダメだと思うので、はい、あれをちょっと避けながら右目狙いで、はい、グリーンの近くに、はい、うわーナイス、うわーこれはまずい、ああ、そっちのバンカーは予想してないんですけど、あ、止まりました。あ、危ない、やっぱ風左から、いや風っすね、すごかった今、風なんですけど、ちょっと今のはね雑になっちゃってましたね。あのこんだけ左からの風が強いっていうのをティーショットで感じてるんで、はい、あの右のサブグリーンの右のバンカーも計算しなきゃいけないんですけど、うん、はい、そうなんだ、そうするとこのクラブを本当は持っちゃいけないんですよ。だからちょっと今雑でしたね。もういやー、ちょっと待って、おっとやばい。なんであんな右行くの。おー、ナイス、おーナイス、ありがとうございます。左にちょっと流れたけど止まったかな、ナイスです、止まってます。あー、ちょっと左目の、はい、ありがとうございます。もうちょっと右からか、あ、でかいか、止まれ止まれ、あーちょっと大きいか、うまく打ってたけどね今、はい、ちょっと左に出ちゃったな、カラーに当たってちょんちょんちょんってしてほしい、うん、いいと思う、うまい、あ、いいよ、ゴーゴー、あー、もうちょいか、うん、うんうん、はいはい、ナイスアプローチ、ありがとうございます、うん、5オン厳しい、フドプロのラインを見て打てるから、そうだ、フドプロバーディーパットですよね、これはバーディーパットです、上りのスライスにはなるんですけど、ただちょっとフォローが強いので、はい、やっぱそこをちょっと計算しながらですね、フォロー、あ、でもまっすぐフォローが入ってくるんですね、この向きだと、そうですね、この向きだと入ってくるので、あー曲がった、ナイスパー、はい、ありがとうございます、私これが入れば次のホールに行けます、はい、ちょい上り、はい、
やりました。ナイスイン。なんとか次のホールに行ける。ナイスイン。嬉しい。ボギー？ナイスボギーです。ナイスボギーだね。やっぱ成長してますね。なんか嬉しくなりますね。あんまり右に立つと風と喧嘩しちゃうんでこっちから行きます。はい。すいません。これで左のバンカーに打ち出します。はい。あとは風頼み。3番ユーティリティで。はい。はい。うわ。これはいけない。うわって言った。流されてる。な。すごい。いやー、打ち出す勇気がないですね、左に。皆さん、子供ゴルフクラブ来たことありますか？ぜひね、うんうん、この体験してほしい、はい、アメホール144ヤード、5番ユーティリティでいきます。はい、うん、じゃあもうちょっと見たけど、帰ってバンカーどうかな、手前っぽいかな、バンカーの手前っぽいですか、うん、うわ、難しそう。今悩んでるのはその下かその右の傾斜を使ってグリーンに乗せるかのどっちか。このなんでこの下が1本じゃないかっていうと、もうこの上の高さを抑えながらその手前のバンカーを越えるのが結構難しいんですよ。それを嫌がると上に上がりそうなんで、ちょっと急場やんでこの傾斜を使ってトントントンって押そうしながら、まあ、グリーンにボギーでいいかなと思ってるんで狙います。ゴーゴー。あー、やっぱりダメですね。全然食われちゃいましたね。今思ったより来てくれなかったな。計算むず。あ、うん、大丈夫かな。いや、いいんじゃない。おー、スピン入ってる。あ、よかった。うん、オッケーオッケー。はい、ありがとうございます。うまい。ちょっと止まるか。止まってしまった。うん、ナイスです。やはりスピン入っちゃいましたね。いやー、僕がアーメンコーナーにハマってる気がする。あー、惜しい。ナイストライ。お先しません。はい、うん、ナイスボギーです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか変な振りだったな今。ラックス。はい、オッケー、ボギーです。うん、あー、よかった。ナイスボギー。今のね、パート解けたらよかったけど、まあまあまあ、はい、まあでもまあ次に行きますね。はい、次進めます。はい、しょ。いいよ、4ホール目できる喜び。このパー4長い、バックティー。さあ、オールドグリーン395ヤード、パー4来ました。太陽の光がですね。うわぁ、うわ、見えない太陽でいい感じですよね。あー、真ん中ですね、はい、ナイスショー。ありがとうございます。すごい逆光で。全く見えない、うん、全く見えなかったけど感触が良かったん で右フォローにちょうど乗るような。あ、そうですね、はい、多分そんな感じだったと思います。ナイスです、ありがとうございます。あ、ちょっと近く立とう。右、あ、真ん中だ。あ、ナイスショー。よかった。あ、よかったよかった。見失ったけど、いい、見失ったけど、ありがとうございます。カイちゃんの場合はつま先体重になりやすくなる、遠いものを合わせるから、こういうところからつま先体重になりやすいから、インパクトでかかとが、まあ、上がるっていう課題の部分も、まあ、コースになって出てきちゃうっていうところは、なんかゴルフの癖というよりは本当体の
ってことですよね。そうですじゃあなんかみんなそういうのは一つ覚えとくととすごくいいと思う、うん、逆にプロゴルファーなんか結構自分の癖をみんな知ってるから、へー、自分はこうなるからこういう風なミスの傾向が出るよねとか。須藤プロなんですか？僕の場合はもうどんどんクラブが寝て開いて入ってくる、そうす状態なんで、へー、それを合わせるためにちょっとこう、うん、まあちょっと前回ウームゴルフでもありましたけど、うんうん、ちょっと手打ちの練習したりとかそういうところをやっぱやりますね。すごい、すごいこの逆光の中、すごい仲良し仲良し、俺は仲良しだね。完全にですが、これバックティーとレディースティー100ヤードぐらい違いましたけどね。また見えない。あー、これもすごい左に流されてる。ちょい左目、はい、結構右から強かったですか？ワンピンじゃ足りない。ちょっとどうしようかな。左手前乗ったかもしれないですね。近く感じるけど、うん、少し分厚め。いやバンカー入っ、あ、バンカー手前かな。手前、あ、全然足りない、うん、ちょっとね、神気味、はい、はい、これはもうボールをだけど、うわ、むず、まあ、一番大事なのはもう本当にここからピンまでの全体のまあ上り下りをまず最初にやっぱり見て、その間に例えば下りがあったりとか上りがあったりすると、まあ落ちたところから転がんなかったり、落ちたところから転がっていっちゃったりするんで、まあ大体落とし場所、全体上りだなっていうところからボール大体この辺に落ちるなの傾斜を見といた方が、あ、分かりました、はい、いいですね。この辺に落としたい。そう、そしたらその辺上りなんで、はい、そこでこう落ちてから転がりの距離感を作っていく。まず全体を見て。わかりました、はい、で落とすところからの落とすところを見て、はい、はい、左足上がりはインから入れた方が抜きやすいんだったな。よし、笹原さんに教えてもらったやつ。待って、インから抜けやすい。よし、うわー、うん、猫いた猫いた今あとは距離感ですね。さあ風が右からだから、おー、あー、スライスせず、うん、あー、ちょっと弱い。マークします。はい、結構上りでした。結構上りですね。あんまスラしっかり打ちましたけど、こっちからはあそこがするからまあでもこんなもんなのかな。うん、全然違うとこ打っちゃったさっきも忘れよう。ああいうなんか可能性を感じないパットって悲しいですよね一回忘れよう、まあ、ちょっとね、はい、そう読み違いだから、まずはこのパターンに集中して、はい、うまい、うわー、惜しい、下る下る、うわー、すごいな。あー、あった、はい、ナイスイン、ありがとうございます。フォーパット、ナイスパーです。ありがとうございます。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました4ホール、はい、はい、ということで、はい、4ホール目が終わりまして、はい、佐藤プロが1オーバー、オーバー、はい、私が7オーバーということで6打差でした。はい、はい、6打差つきましたね、4ホール終わってはい、まあまたやらせてください。はいまあ本当にコンディション的にはかなりタフだと思いますけど、はい、でプラス児玉ゴルフクラブの10番からの4ホールだったんで、うん、まあタフな部分はたくさんありましたけど、はい、まあ、例えば最後のアプローチだったりとか、まあ、こういう状況でこう選択肢がこう絞られる中でしっかりそれを選択できるかどうかっていうのは、はい、まあここはかなり
普段ラウンドしてる時に考えてないところを考えなきゃいけないっていうのは難しいかもしれないですけど、はい、まあそういうのを少しずつ得ることで、はい、自然とそういうのが選択できたりするんで、まあそういうところをね、はい、どん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 生かしていってもらいたいなと思います。はい、はい、いやそうですね、うん、まあ、クラブ選択もそうなんですけど、まあ、スイング的なところもまたちょっとレッスンしていただいて、うん、はい、そうですね、はい、はい、でまあ結構な感じで終わってしまったので、はいはい、またやっていただきたいですし、このままちょっとレッスンの方いいですか、はい、あ、もちろんです。前で見ていただいたので、はいはい、このままでは帰れないということで、そうですね、帰しません。はい、はい。気になったポイントとしては、はい、左足上がりのアプローチの時の、まあ、ボールのポジションと、はい、まあ、体重の位置、はいはい、が1番、はいはい、あ、うん、やばい、止まっちゃったうわー、うん、猫いたで一旦構えてみますね。一旦構えてみましょう、はい、同じようにちょっとクラブの選択もあるんですけど、はい、同じように58度で、はいはい、構えていただいて、はいはい、でやっぱり左足上がりです、うん、で今これ30ヤードぐらい距離あります、はい、ってなった時に今のこのポジションで、左足上がりっていうのは体がやっぱりどうしても回転できなかったりとか、はい、詰まりやすくなるんでフォロースルーってすごく出しづらいんですよ、はい、でそうなった時に、はい、これだけボールが左足側にあって、うん、でじゃあでもハンドファーストにしなきゃいけないって言って、うん、ちょっと手が前にあってベ、はい、ースが開いた状態だと、まあこの状態のままフォローが突っかかっちゃうんで、はい、まあネックが出やすかったりあとはフェースが開いたまま、はい、入りやすかったりするので、はい、もう少しボールは右足側でいいですね、はいはい、でやはり左足上がりってロフトがついちゃえば、はい、58度もともと58度だったサンドウェッジが、まあ、64度ぐらいになっちゃうわけですよ、はい、そうすると上にしかやっぱ上がらない、まあ、さっきのがそういう感じのミスだったと思うんですけど、はい、そうこの右足に置いた状態で、うん、フェースはどうしても開いちゃうから、はい、もう少しこのぐらいがスクエアなんで、はい、この位置で構えちゃってもボールが上がるよってところをまず覚えておいてもらいたい、はいはい、今あの右足目にボールをしたことで私結構ボール位置で体重って勝手に変わっちゃう感じになるんですけど、うん、はいはいはい、今結構さっきは左足目だったものが変えたら右足体重っぽくなってるんですけどそれはいいんですか？それはダメです。ダメ、はい、ボールはあくまでも右足にある、はい、自分の体重は少し左足目にある、はい、この状態が欲しいです。あ、結局体重移動しちゃったらボールが自分の軸の真ん中に来ちゃうから、はい、そうです。あ、でその状態で今カエちゃんが飛ばないのは、はい、別に振り幅が触れてないわけでも、はい、なんて言うでしょう、勢いがないわけでもないんですよ、はい、単純に当たり方のロフトが58度じゃなくて64度になっちゃってるっていう状態なので、はい、左足上がりになるとそういうこの、変化が絶対出てきちゃう、はい、からそれをちゃんと58度ないし、まあ、この状況であれば30ヤードもあるし、はい、ずっと上りだし止まる状況になっちゃうんで、はい、であればもっと54度ぐらいな、はい、こうなんですかロフトにしてあげる。わかりました、はい、あ、クラブクラブを変えずにまず一旦してあげて、どのぐらいじゃそれで上がるのか飛ぶのかを知ってもらう必要があるので、はい、こうか、そうで、もうちょっとボール右に置いてください。もっと右、もっと右、これぐらいですか？うわえ、合ってますか？合ってます。合ってますか？合ってますよ。一旦で左体重のまま、左体重のまま、はい、それで一旦、はいはい、自分が持ってるあのピンに寄せるので、はい、一応、はい、分かりました。あのピンでの距離感を作りながら行きましょうか、はい、そう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 、 OK、 ナイス。もう一度行きましょう。ちょっと今、はいはい、距離は転がってってくれたんで、はい、少し前に行きました、はいはい、そしたらそんなにだから距離感としてちょっともうちょっと抑えても大丈夫ですね、はいはい、うん、うん、でも、はい、こんなに上がってくれるんですね。そうです。ボールって左足側にないと上がらないと思ってました、はい、もうこれはもう左足は上がってるので、はい、ボールが、まあ、上がる状態、まあ、言ったら発射台みたいな状態になってるから、はい、その状態になってるんでボールは何をしても上がりやすい状態、それをさらに上げやすい構えだったりとかっていう風にする必要はないです、はい、これが6番とか7番しか持ってなければ、まあ、もちろん上げなきゃいけない方法を選択しますけど、はい、へー、はい、例えば僕が1球
打ちます、はい、僕が同じように、はい、まあ、僕は60度ですけど、はい、この状況で30ヤード先、はい、あのピンに対して寄せるっていう構えをした時に、はい、ボールのポジションはおそらくこのぐらい、うん、で左足上がりなんで左足体重にちょっとしてる、はい、であのインサイドからちょっとこう少し滑りやすいようにっていうのは全然やってもらっていいです、はい、僕もやっぱ少しフック回転かけたくなるので、はい、その状態でいってもらって、でおそらくクラブの向きはこのぐらいです、はい、これでわーお、振ってっても重すぎ、わ十分あのぐらいは上がります、はい、へー、はい、上がりましたね、上がります、逆に、はい、同じように今の位置からもし楓ちゃんと同じ立ち方、はい、左足上がりでまあこのぐらい、はい、でこういう状態、はい、これさっき楓ちゃんが構えた構えです、はいはい、これは、うん、イメージと合ってますか、ちょっと危ないですね前に上がるしかなさそうっていう感じです、はい、こうそういう構えをさっきは同じようにしてる状態、はい、このぐらいですかね、トップもしそう、そうですね、うん、僕が外から見てて怖かったのはトップです、あただあれをまあスカって手前下をこう抜けちゃったので、はい、あのボールになりましたけど、どちらかというとスタートホールのアプローチ、はい、ここのアプローチで怖かったのはトップです、トップミス、はい、でさっきボールが左にあると左足体重になってるっていう感覚があったって言ってましたけど、はい、やっぱどうしても左足にあるボールで左足に体重を乗せようとしても、はい、左にあればあるほどボールは外側に来るので、はい、頭は絶対後ろに来ます、うん、そうなったらバックスイング上げたら必ず右足体重にしかならないから、あ頭重たいんで、はい、こっちに絶対下げられちゃうから、トップですね、例えばこの状態であのピンにこの構えで寄せるってなると、はい、このぐらい振らないとういけないですけど、リスクがかなりリスクは高いです、はいはい、今うまくいきましたけど、はい、あんなに上げる必要もないですね、ないですないですないですっていうところで、はい、まあ、仮にこれが50とか40ヤードあっても一緒です、わかりました、はいはい、ちょっとやってみます、はい、はい、うわもうめちゃくちゃ右本当に右です、はい、なんかここにクラブ落としてきて大丈夫かなって最初は思いました、全然大丈夫です、でプラスインサイドから入れてこようとしてるんで、はい、ボールは右にないと多分おそらく届かないですよ、ああ、うん、そっか、結局こうやってやんなきゃいけなくなっちゃう、そうそうそうです、そうですそうです、分かりました、その位置のままちょっと行ってみましょう、はい、この辺に、おーナイス、おお、てか全然ボール上がる、上がりますよ、全然上がる、でこの上がるっていうのをまず夜寄らないというよりかは上がるってことをまず知ってもらいたい、一球ボールもらっていいですか、さっきまでのボールの位置だと、はい、ここら辺に置いてたじゃないですか、はい、ってなるとバックスイング上げてこの辺からここに来るまでにボールに届かせるまでの距離が長いからすごいリスクなんですよ、はい、どうやって芝に対して入れてこようかなってすごい考えて、うん、トップだけしないようにしないようにと思ったんですけど、ここに置くと正直今ここにボンって当たっただけなんですよ、そうですそうです、当たりさえしたらあんなに上がってくれるって思うと、うん、そう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 、めちゃくちゃ楽です、そうですそうです、そうです、本当に私今ちょっと上げてここのいつも手でこうなんか持ち上げる、自分でこう作りながらこうっていうのをトップしないように、はい、届かせながらこんな感じってやってたのを今本当にここにボン、テクニシャンですね、でやるだけ、これめっちゃ簡単、いやそうですよ、あなんかこういうシチュエーションでもあんなに簡単に言ってくれると本当にリスクが減ります、うん、いや本来は左足上がりってフォロー出ないものなので、はい、さっき言ったようにフォローが突っかかっちゃう、左足が高い状態で突っかかっちゃうからフォロー出ないものなので、これが自然です、フォローが出ない、はい、でその中でちゃんと寄せる飛ばすってことをするための構えだから、はい、これ、うん、なかなかなシチュエーションだけどみんなやってみてください、はい、ということで楓の挑戦状の後に本当に振り返ってすぐのアプローチの、はい、やっていただきました、ありがとうございました、はい、なんかやっぱ知らなかったことでした、うん、私の中でやっぱり普段は練習場で基本教えてもらうことが多かったので、状況別っていうのを実際にラウンドしながら見ていただいて、うん、本当に今後やっていきたいと思います、そうですね、はい、難しいことっていうのは、うん、まあ、80を切る70台を出すために、うん、まあ必要な時もありますけど、はい、ただやっぱそういう風に回れている体たちっていうのは、うんうん、どんどん自分に
簡単にさせてあげてる、はい、シチュエーションに応じて、うんうん、簡単にできるようにいろんな打ち方があるっていうところは、はい、皆さんもあの覚えておいてもらいたいなと、そして参考にしてもらいたいなと思います。はい、はいはい、楓の挑戦状はあのもう本当にまだまだ続きますので、はい、私があのキーホール完走するまで一生続きますので、はい、皆さん長い目でお付き合いいただけたらと思います、はい、スドプロもよろしくお願いします。はい、はい、皆さんでね、はい、また新たな楓ちゃんの挑戦を、はいはい、応援していきましょう。はい、はい、先ほどあった7番アイアン編、はい、またあの別の動画で教えていただきますので、はい、そちらもぜひ見てください、はい、本日ありがとうございました、はい、ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなっております。せーの、また見てねー。